で、その練習量、練習の仕方は100点満点だと思うんですよ。じゃあ次の曲行っていいかな、これで。いや、ちょっと待ってください、はい、音楽とかピアノっていうのは弾ければいいって問題じゃなくてどんなその曲の表現をしていたかとか考えながら弾いてました。いや、考えながら弾いてない。曲になっていくっていうのを大事にした方がいいと思います。怖いわ全部本当にすごい練習されて、そうそう、だからそんな感じで来るから合格なんかなと思ってたそっちの練習もしないといけない。なるほどね。ちょっと圧が飯窪さんとリモートでつないでた日から、うん、どれぐらいピアノやりました、触りました。あれからどれぐらい経つ。10日ぐらい、10日ぐらいとかですかね。だから半分でもがっつりやれてなくて、うん、やっても5分ぐらいを、てかそのそこの部分のしっかり練習できてない。はい、その感情を込めるみたいな。で、要は忘れんためにちょっと鳴らすぐらいの程度しかやれてなくて、仕事も忙しかったから、はい、で沖縄行ったりもしてたし、はい、今日も大井競馬場の馬キュンっていう YouTube 番組終わりで来てるからね。3000負けて来てるから多分ストーリーを言えば、あーなるほどとか言ういよ。俺のこの芸歴25、6年の演技力が勝つか、嘘を見抜くいい子が勝つかっていう、そこを今日見てほしい。どんなドキュメンタリーさあ、またいい子先生に来てもらいました。どうも、こんにちは、よろしくお願いします。いい子が前ね、リモートでね、うん、テストしてもらって、はい、合格するんかと思ったら、はい、まさかのそのダメだったんで、はい、次のなんかちょっと表現を込めて学校を弾くことでちょっとそれができてれば次の曲行きましょうみたいな話だったんで、はい、で今日なんか、まあ、リモートでもよかったんですけど、うん、直接の方がいいかなという。あ、はい、すごい、なんか前回本当にすごい練習されて、うん、そうそう、だからそんな感じで来るから合格なんかなと思ってたそう、でも本当にピアノってこの技術と心をこうどうしていくかで、うん、多分ピアニストの方はずっとそれ悩みながらやってるんですよ。はいはいはい、はい、なのでただ弾ければいいっていう問題じゃないので、その一番大事な心の部分を今日は聞かせてもらえるのかなと思って楽しみにしてきました。なるほどね。すごいです、なんかもう今ここに何もないですけど、はい、もしかしてなんかアンプされたんですか。アンプっていうのは、うん、ああ、だからもう分かってるってこと。覚えてる。あ、そうそうそう、楽譜を見ずに弾くことをアンプって言うんですけど、楽譜というよりは最初から指で覚えた感じやったから、うん、ああ、なるほど。あんまり楽譜はちょっと最初の段階でしか見てなくて。あ、なるほど、あんなに勉強を教えたのにもう見てないっていう感じ。じゃあソシレファラ、ドミソシレファラ。あ、そうです。それファラドミソ、シレファラドミソ、はい、あ、素晴らしい。それはなんか分かんないけど、はい、今はこう会話の中でやるけど、はい、いなくなって一人になった時に、うん、最初そう、そうそう、ドミの方が先出てくんねんな、ソシレファラ、うん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 、そう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 、そうやねんな。で、それを利用して楽譜を読むっていう段階にまだないというか、はい、ああ、なるほどなるほど。じゃあもっとそっちの練習もしないといけないってことですね。なるほどね。ちょっと圧がまあ、はい、あんなに勉強したのにね、これでもコピーして俺壁に貼ってるよ、家の。ああ、いいと思います、うん、すごいいいと思います、うん、なかなかね暑いな。ど
うですか、純一さん的には、うん、最終試験、うんうんうん、あのね、まだ1曲目なんやって感じよね。だから これでしょ。で次やる曲ちょっと見たけど、はい、急にむっちゃむずいんよ僕の中ではね。もうなるほどなるほど。だからまあとりあえずこれクリアして、うん、次行くけど次時間かかんちゃうかなっていうそのドキドキ。ああ、うん、でも最終目標の、うん、にしてる楽曲が、うん、私もちょっと家で弾いてみたんですけど、うん、かなり難しいです、はい、あ、そうなんや。はい、私がじゃあやめろいや、そんなに簡単にいや、マジで。そう、なので、はい、こう、なんて言うんだろう、ステップアップを、はい、結構ハードル高めなステップアップをしていかないと多分1年練習しても結構レベル高いものになってるので。なるほどな、はい、まあでもそれやっていくしかないもんね。うんうん。これでも一発勝負という形になりますか。あ、その方がいいですね。なんか、うん、なんなら登場してきて座って、うんうん、聞いてください、なんとかですって言って、はい、弾くぐらいの緊張感でやった方がいいと思います。なるほど、わかりました。はい、じゃあ行きます。なんかさ、こういうので全然どうでもいい話なんだけど、飛び出すってなると肺を持って言いそうになるよね。ちょっと気を取り直しましょう。はい、はい、気を取り直してでは、聞いてください。カッコ。ストーリーを言えば、ああなるほどとか言ういいよ。カッコが静かにこう泣いてるじゃないですか。うんうんうん。一話で猛禽類が来て、うん、襲われるんちゃうかって緊張して。あ、なるほどなるほど。でもうバレずに通り過ぎていって、うん、また小声で泣くっていう物語。なるほどなるほど。良かったです。良かった。うん、何が良かったかって、まずタッチが前回と全然違いました。なんか前は全部早く弾いてたんですよ。あ、そんで強かったんです、結構タッチが、はいはいはい、こう男らしい感じの格好を私はイメージしてたんですけど、うん、なんか今回このちょっと時間を経て、なんかまずすごい優しい鳥がまず出てきて、うん、でまた途中緩急っていうか、うん、ここはきっと何か物語を想像して弾いてるんだろうなっていうようなちょっとスピード感になったり、うん、でもまたテーマのメロディーになったらこう戻ったっていうのもなんかすごく素敵だなって思って今聴いてました。作戦成功作戦成功した。なんかやっぱチャップリンとかもこうタタタタって走る時もあればこうゆっくりになる時もあるみたいな、なんかさすがやっぱ芸人さんだなって感じさせられました。なんか勉強になった感じの一曲でした。まさかチャップリンで例えられた。はい、指使いとか、うん、その感覚で覚えてもう楽譜を見てないって言ってたんですけど、楽譜を見ないと弾けない人も結構いるんですよ、逆に。その間違えちゃうんじゃないかとか、うん、そういう不安がある中、ちゃんとこうアンプというものもして、うん、仕上げたっていうのはもう本当150点200点ぐらいだと思います。これで、じゃあ合格ってことで。あ、もう合格です。おーよっしゃー、飲みに行こうぜ
やよかった。次の曲ぜひもう次に進もうよ、はい、そうですね、どんどんやってみよう、はい、急に長いし、はい、急に急に足、はい、そうです。